おはようございます。2024年、5月1日、メイデーでございます。まあね、本当あれですね、今日はね、メイデー5月1日ということでね、まあ労働者の祭典ということになります。まあ、私はね、今日はね、まあ仕事で、行けないんですけれどもね、広島でもね、メイデーはね、行われますのでね、もしよかったらまた、顔を出して、いただければなということもね、思う次第でございます。まあ、ね、広島県中央メイデー、2024ということでね、連合はね、29日にされてます、されてますけれどもね、まあ、県労連携ね、メイデーがね、してますんで、ぜひね、していただければな、ということをね、したいというふうに、ね、思います。それでですね、まあ、本当、まあ、メイデーね、まあ、長い、ね、伝統があるわけですけども、もう日本でもね、100年以上あるわけですけどもね、やっぱりここ最近はね、まあやっぱり再びね、このなんていうかな、ね、再びですよ、ね、あるということで、ぜひね、再びやっぱり意義はね、高まっているというふうに思いますね。特に1990年代以降のね、労働者ね、虐待政治、これがね、また、ね、非常にやっぱりね、ですよね。矛盾っていうかな、非常に矛盾を、ね、醸し出しているというところですよね。まあ、やっぱり1990年代の、ねまあ、労働者っていうね、共に非正規にして切りまくると、ね、増やしまくるということです。まあ、公務においてもね、特にもう公務員なんかでも非正規公務員増やしているという状況ですよね。だね、まあ、あとはね、それ以外でもね、法有問題。まあ、結局ね、昔はね、給食なんていうのはね、給食のおばさんがね、まあ、給食調理員がね、割と正規でやってたのね、まあ、どんどん非正規にしていく。まあ、でも、ね、法要なんかもう、ね、低価格でやってたわけですよ、ね。だから、そんな低価格に成り立つわけないのにやってるから、結局ね、ひどいことになるわけですよね。うん。まあ、とにかく切って切りまくると、こういうところをね、やってきた見つけっていうのがね、今ね、非常にね、ものすごい声でね、爆発的にね、噴出してしまってんじゃないのかな、ということね、感じますよね。まだね、まあ、カスハラの問題。まあ、日本の場合はね、新自由主義に加えてね、やっぱりカスハラね、お客様はね、神様だとかいうね、問題。うん。まあ、南春夫のね、言ってることをね、真に受けてね、っていうか、誤解してね、もう、カスハラはね、流行りまくるって状況もあった。するしね、なんかね、非正規公務員ね、いや、そういう問題もあるしね、まあまあ、それでも、ね、いろんなね、問題の中でね、でも労働者が立ち上がってくるというところがね、まあ、2023年、2024年とやっぱりね、出てきてると思います。まあ、非正規公務員の問題はね、これもともとね、会計年度任用職員ということでね、2020年だからね、改善のね、されるというね、振り込みで、ね、導入されたんだけど、まあ逆に、ね、雇い止めになっちゃってね、ところが出てきて。まあスクールカウンセラーの問題、東京のスクールカウンセラーの問題。要は広島だってね、それ起きうることですからね、こういうことはね。当然ね、ここチェックしていかないからですよね。それからまあ、最近ではね、人材育成としてね、少しね、大金を使ってね、お茶を濁すという傾向がありますよね。
例えばね、広島の湯崎知事はね、若手医師をね、引き寄せると称してね、1300から1400くらいの、ね、巨大病院をね、危機対策作ると。それよりも給料を上げろよと言いたいですよね。それからね、安心してね、働けるように、安全対策に力を入れると、いうふうに言いたいですよね。うん、何も考えておりやってね、で、全教育庁の下でね、教育委員会ね、やたら友達を言うと、ね、なんか、ね、研修とね、その外部講師ね、指導主事がいるのにね、指導主事がいるのにね、だから現それから一方で現場の先生やね、スクールカウンセラーは非正規ばっかりみたいな、ね、状況もあったりしてね、何考えとるんやって話ですよね。うん、だから正規の先生あんまり取らずね、結局またね、辞めた先生、70代な、近くになってもね、働かなきゃ、呼んできて働いてもらうとかね、もうほんとわけのわかんない状況に、ね、今ね、なってると、いうことですよね。うん、まあとにかくね、まあ少しね、新入水者もやり口巧妙になってきてるという部分もあるし、というところでね、あれですよね、まあ、湯崎知事なんかね、ね、一見ね、一見いい平和宣言でね、まあね、松井市長だったね。松井市長。うん、ね、小泉。ね。まあ、巧妙に。なんか、そういうところじゃないのかな、というふうにね。まあ、そういうあたりなんかなんじゃないのかな、と思ったりします。まあね、新自由主義グローバリスト、もうね、生き残りの人に巧妙ですよね。まあ、そういったところもね、含めてね、でも騙されちゃいけないんですよ。かなりね、まあ、新自由主義ね、グローバリストというものもね、時代もね、終わりつつはあるんだけどね、生き残りに巧妙ね、手を変え、品を変えというところですよね。でも、これに対してね、まあ、反対というだけじゃなくて、むしろね、まあ、例えばね、逆にね、ね、そういうね、病院とかね、鉄道も含めてね、公営にしていくとかね、再びね、そういう運動もね、必要になってくるのかなと思ったりね、しますね。まあ、あとはね、民間においてもね、だからしっかりね、やっぱり、あれですね、急にね、まあ、例えばね、経営者のやっぱりね、執行体制をね、確保する責任っていうのもしっかり追求していくとかもありだと思うしね、まあ、子育て支援、子育て支援って言ってもね、またね、ちゃんとね、人をね、補充したりしないとね、結局ね、現場に不満が出てくるっていう問題もね、まあ、民間なんかでもね、当然ね、あるわけ。まあ、しっかりそこら辺もね、補充をさせていくとね、まあね、業務をね、分担した人にはちゃんとね、手当を出すとかね、そういうのもきちっとさせるとかね。まあ、まだはない、まあ、民間でも公務員でもね、ガンガンね、とにかく要求をね、していくということがね、大事なんだろうと思います。まあ、とにかくね、
ほんとね、この、このやっぱりね、20数年って、この経営者生産性っていうのは非常に低かったという時代だと思う。だ労働低いのは労働生産性じゃなくてね、実はね、経営生産性だったのではという視点もね、これまたね、日本においてはね、必要なんじゃないのかなと、いうのをね、思います。だからですね、まあ、非正規の仕事ね、ごまかしてきたという部分もかなりね、あったと思います。まあ、とにかくね、まあ、この命令ですけどね、庶民革命ということでね、皆さんと一緒にね、改めてね、広島庶民革命、広島をね、あなたは手に取り戻すということをね、皆さんと一緒にね、していきたいと思うしね、特に、労働の問題ね、庶民ね、庶民のね、給料をね、とにかく上げていくと、ね、庶民にね、お金を回していくと、まあそういうね、県政運営をね、皆さんと一緒に、ね、求めていくということをね、お約束いたしまして、まあ、私がね、知事になった場合は、しっかりね、庶民にね、お金を回すような、だから東京のね、大金持ちとかね、東京のお仲間に回すんじゃなくてね、庶民に回すという県政がね、必要であると、一緒に作っていくと、いうことね、まあ国レベルにおいても一緒ですよね。ということでね、皆様にね、お約束いたしまして、本日のね、メールとご挨拶とさせていただきたいというふうに、思い次第であります。まあ私自身もね、いろんなね、命令にね、参加ね、してきました。ね、まあね、まあね、ね、まあね、ノルウェーの命令に私ね、参加してきましたからね。参加してきましたんでね。まあ、今年はね、ちょっと仕事でね、参加できないというね、ところもありますけど、まあ、すべてのね、まあ、命令ね、すべてのね、そしてすべてのね、労働者に連帯とね、してね、ご挨拶とさせていただきたいと思います。まあ、それではね、皆さんね、最後までご清聴ありがとうございました。それではね、私今日は仕事です。行ってまいります。